バウンティーラッシュセニョールピンク。セニョールの強みはスキル1の猫耳パンチ。スキル1を長押しすることで早く移動することが可能になります。発動中、よろけ、ラン、吹っ飛ばし、状態異常無効にダメージカット 50% もつくため時間稼ぎも割とできます。理想としてはスキル1で空いている旗に移動し、ダッシュ速度増加の特性を生かして旗を抜いていく。仮に敵がいたらスキル2を使って吹っ飛ばすという感じですかね。他にも地旗が取られた際に体力が回復したり、立ち止まっている時よろけダウン無効がつくなど珍しい特性を持った面白いキャラではあります。ただ攻撃性能がなくスキル1を使ってない時は結構おもろいのが弱点。また旗を取れば初期値増加がついて強いんですが、妨害されやすいんで修正は入ったものの厳しいのが正直なところですかね。バウンティーラッシュガープ。ガープはバランス調整によってより船長に強くなりました。船長に攻撃するだけで防御力を 30% も減少でき、船長に攻撃されるたびに体力が 5% 回復します。現環境、船長、高防御力、多段攻撃ギャラの2回キットが多いため、これらの特性は非常に優秀。もともとある通常攻撃3段階目の吹っ飛ばしやダメージカット特性と組み合わせると割と耐久できます。また通常攻撃スキルも強化されており、特にスキル2に関しては威力が高い上に短縮しやすいものとなっているので、今回の強化はかなりでかい。今回の調整によって現環境に欲しいディフェンダーの要素を多く備えたと言えるでしょう。やはり回復無効がきつすぎますし、ゲージ超過や敵虫旗ゲージための特性がない以上不安定な部分があるのは否めません。強くなったのは間違いないので、持ってる方はぜひ一度使ってみてください。わしの方が早く。バウンティーラッシュネコマムシ。ネコマムシの強みはスキル1、防御力無視のスキルとなっており、発動時自身によろけ無効付与、そして一定時間防御力が増加します。よろけ無効付与しながら戦えるのももちろん強いんですが、防御力を増加できるのが他の特性。例えば軽い攻撃を受けた際のダメージカット、体力依存のダッシュ速度増加特性などと相性がいいです。残り時間が90秒切るとスキル1がより早く打てるようになるので、特性上裏キャラとして使うのがいいのかなと思います。工場キャラの中でもかなり耐久できるいいゲッターではありますが、旗ダッシュ性能がなかなかにきつい。体力を減らされた際の復帰力もそこまでないので、スキルは絶対に受ける意識が他のキャラ以上に大切になってくるのかなと思います。他の猫キャラってなんかちょっと魅力ないよね。あ、ごめんなさい、すいません。マウンティーラッシュ犬嵐。犬嵐の強みは攻撃力増加継承。スキル1を当てることで攻撃力が最大 30% まで増加し、 KO された際裏キャラにそれを引き継ぐことができます。バトル開始から90秒間は非常に早く打てるので、上限の3回当てることもそんなに難しくありません。またスキル1は感電を付与することが可能で、そこから威力の高いスキル2につなげることができます。試合序盤、特に敵陣だと2回キットを落とすのも夢じゃない。そう考えると一番の強みはスキル1かもしれませんね。弱点としては耐久性になりますが、犬嵐はやられた後も増加した攻撃力を残してくれる強みがあるので、個人的には現環境工場アタッカートップ3には入ってくるんじゃないかなと思っています。バウンティーラッシュカタクリ。カタクリの強みはよろけ無効。パラメーター増加中の敵に攻撃された際よろけ無効がつきます。もともとこのキャラにはダウン無効がついていたので、この新特性はまさに鬼に金棒。敵陣にいる時のよだめ増加や、お宝エリア内に味方がいない時のよだめ増加、さらにスキル1使用時の攻撃力増加などの圧倒的攻撃特性と組み合わせると敵を倒すことも簡単ですし、ジャス開示の体力回復を活かしやすくするなど、とにかく戦いを優位に進めやすいです。攻撃された際に回避が溜まるのも現環境に合っていて非常に優秀ですよね。また今まで弱点であった耐久性も、体力回復特性や防御力増加特性などがついたことによってある程度補うことが可能になったため、アタッカーとして普通に優秀です。弱点としては状態異常や重い一撃など、まあそれもジャス回したり最悪2%引けば対策はできるんで、今回の修正で間違いなく一番強くなったキャラと言えるでしょう。お前の次のセリフはなんでロジャーじゃないの、という、なんでロジャーじゃない。バウンティーラッシュコラソン。コラソンの強みはスキル2、スキル発動から一定時間自分含め味方がミニマップ上に表示されなくなります。2回ドロー環境においてもこのスキルは強く、味方の裏取りを間接的に援助可能です。もう一つのスキルは時間差で敵を吹っ飛ばし混乱を付与できる手榴弾で、調整により今まで以上に撃てるようになりました。条件付きでよろけ無効がついたり、再出撃時にブーストゲージが増加するなど面白い特性を持ってはいますが、吹っ飛ばされる点や吹っ飛ばすのに時間がかかる点、耐久性においても修正は入りましたが、やはり物足りないのが正直なところ。メダルによってはサイレントがかなり打てて強いんですが、きつい場面の方が多いのかなという印象です。ルナーリア族なのか、もしもし海軍。
バウンティーラッシュサボ。サボの強みは主に2つ。1つ目、スキル1。フェスゲンでは珍しい無敵スキルとなっており、威力が非常に高いです。クールタイムが長いというデメリットはありますが、90秒を切ると早く撃てる特性やメダルなどを利用するとそこそこ撃てます。もう1つの強みは、よろけむ効。負けている時、旗の中外問わず、よろけむ効がつきます。敵と戦う際、よろけむ効があるのは非常に強力。味方がやられた時の防御力増加や、自陣にいる時のダメ化などを組み合わせると、耐久しながら優位に戦っていけます。移動速度も速く強いキャラではあるんですが、攻撃性能が少し乏しいことや、状態上吹っ飛ばしに弱いなど、旗を守る性能が現環境だと結構不安。まあそれでも昔のキャラがここまで強くなるのは普通に嬉しいことですよね。このゲーム原作再現多いけど、俺のイメージってこんななの。バウンティーラッシュエース。エースの強みは怠慢性能。通常攻撃が比較的優秀でカウンタースキルを持っています。カウンター時に発生する障害物がジャスカイの餌になることはありますが、敵を吹っ飛ばせる点や燃焼症状態を付与できる点などを考慮するとなかなかに優秀です。もう一つのスキルは、威力が非常に高いスキルで、修正により当たりやすくなったとされています。ダッシュ中よろけむ効がついたことによって、ゲッターとして一段階レベルが上がったエースですが、やはり 150% 旗を減らしに行くには物足りないですし、耐久面に関してもカウンターを利用していけばある程度いけますが、回復条件も難しいので、総合的に見るとやはりきつそう。怠慢性能を活かせるかどうかが非常に大切になってくるのかなと思います。そう、封印された。お前エースじゃないだろう。なんでわかるんだ。